これそうですね、紹介者になりますね。はい、そうなんです。ぜひね、素晴らしいところなので一度は行っていただきたいなと思うんですが、奥の細道の松尾芭蕉さんもすごく素晴らしいところだったと言ってね、この喜多方には奥の細道で最後に訪れたところらしいんですね。だから奥の細道風景地という名もついております。ちなみにね、11月23日に私実際この喜多方の方でキャンペーンなども行いますので、もし行ってみたいなって方はこの際に私にも会えるので、はい、喜多方の方にいらしていただければと思います。詳しくはホームページとかブログにも載ってますからね、よかったらね、お休みだともう23、24、25って連休じゃないかなと思うので、はい、連休中にもしよかったら遊びにいらしてください。よろしくお願いします。